の言語能力に驚くべき差があることをご存知でしょうか。チャット GPT は英語で開発されたため、英語での性能が最も高いと言われています。しかし、日本語でも高品質な文章を生成できるようになってきました。言語による違いは、主に複雑な概念の理解や微妙なニュアンスの表現において顕著に現れます。例えば、専門的な話題や文化的な文脈を必要とする場合、英語の方が正確さや流暢さで優れていることがあります。一方で、日本語特有の表現や文化的な要素を含む内容では、日本語の方が適切に対応できる場合もあります。興味深いのは、AI の言語能力が人間の言語習得過程と似ている点です。つまり、より多くのデータと学習機会を与えられた言語での性能が高くなる傾向があるのです。このような言語による違いは、AI を活用する際に考慮すべき重要な要素となっています。AI の言語能力の差は、技術の進歩とともに徐々に縮まっていくと予想されますが、現時点では言語選択が結果の質に大きな影響を与える可能性があります。